やばお前滑らない灰色すぎる、ちょっと待って、ちょっと灰色、下も灰色うざうざいとはこの大喜利の回答、メンバーそれとも AI？ よいしょどうもみなさん、ハヤシと、モチと、レイというわけでですね、はい、最近ツイッターで人工知能大喜利 LINE が秀逸だみたいなのが回ってきまして、はいはいはい、LINE の公式アカウントなんですけど、これにあの大喜利のお題を送るとまあ、普通におもろい回答が返ってくるっていうあれなんですけど、実際そのツイートではいくつか6問ぐらいあったんですけど、全部なんかおってなるぐらいの回答だったんですよ。それはすぐ返ってくるの？お題を出したら、あ、もう結構普通に1分以内には返ってくるっていう。すごっ、マジですごいでもなんかさ嫌じゃん、ちょっと。確かにね、なんかまあ算数とかそういう機械的な部分はまあ AI に取れてもいいなと思うけどさ、そうだね、笑いって一応芸術の範囲じゃん。確かにね、そこまで AI に取られてたらもう人間おしまいだと思って。確かに確かにな。まあ一応一般人よりも大喜利をしてるじゃないですか、僕たちは。そうだね、まあ、スキルアップも兼ねて、まあ、今回は、まあ、モッチが当てる側になってもらって、はい、俺に乗せるレイがそれぞれ大喜利をします。で、その中のどれか一つが AI が出した回答です。なるほどね。それをモッチ君に見抜いてもらおうという動画でございます。はい、はい、これどっちかな、 AI の方が上って設定するか、俺らが上って設定するか、どっちがいいと思う？まだ人間でいいんじゃない？人間的には、ここ3人が上っていう設定でいいんじゃない？じゃあ俺らが秀逸な回答を出して、モッチが一番しょうもないのを選んだら AI ってことね。そういうこと。うわー、怖えー、それめっちゃ怖えわ。というわけで今回はこの大喜利の回答、メンバーはたまた AI やっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、はい、じゃあこの大喜利人工知能公式アカウントはお題って送るとお題くるらしいんで、それでお題出していきます。はい、来ました。安全ピン殺人事件の内容。なんだそれ、むずいな。むずなるほどね。なるほどなるほど。もう AI の回答は出ましたか？出ました。早っ。つもちく目開けて大丈夫です。はい、じゃあどうしようかな。レイから。安全ピン殺人事件の内容とは、被害者の体に安全ピンという入れ墨を入れてショック死。なるほどね。ショック死なんだね。ショック死。安全ピン殺人事件の内容とは、犯人が母、娘が安全ピンで作った人形をゴミだと思い捨ててしまった。娘は号泣、父は激怒、息子は昇天とカオスの状況に。昇天してるやつ全然頭に入ってこなかったんだけど。安全ピン殺人事件の内容とは、防火扉がガチガチに固められてる。あー、出れない出れないね、やつね。無事無事。あー、いきます。はい、 AI だと思った回答は例の回答です。俺ね、ハルキはハルキだと思った。なんか、いや、わかんない、防火扉が AI がこういう答え方なのかわかんないけど、なんかハルキだと思ったっていう。昇天とかカオスとかってなんか野瀬が使ってもおかしくはないかなっていう、その長文系、うん、まあだから正直消去法で一番つまらなかった。今回のお題、 AI の回答は誰ですか？僕でーす。ごめん。昔話の桃太郎がパーフェクトヒューマンになるとどうなる？そういうね。むずいなぁ。AI 決めましょう。はい、できました。はい、じゃあハルキからいきます。あ、俺から。はい、昔話の桃太郎がパーフェクトヒューマンになったらどうなる？あの、こうなる。まんま。なるほど、まんまや。融合や。融合です。髪荒れちゃってるからね。昔話の桃太郎がパーフェクトヒューマンになったらどうなる？新曲鬼ヶ島フューチャリング AKA つな。いやー、AKA めちゃめちゃおもろい。これ AI だったらマジおもろいな。昔話の桃太郎がパーフェクトヒューマンだったらどうなる？お腰につける。秀逸だな。なるほど。いや、これはもうごめん、分かったわ。おー、さすがに。今回のお題の AI 回答は野瀬です。おー、これね、 AI に出されたらもうお手上げだけど、これは普通に人間が考えそう。これもな、絵なんだよな、ハルキ。そうだ、そうだ。 AI が絵っていうのをちょっと考えちゃって、まあ、そこも抜いてもまあハルキかなとも思った。お腰につけるは書かん、多分こいつ。確かに。AI 回答は誰ですか？僕でーす。よーしゃー。こ
これはね、優しい、これはね、強いよね、さすがに。これはさすがにわかる。お腰につけるかかんもん。俺はかかんね。さすがに。さすがにすぐわかった、これは。カノ姉妹あるある。おー何の行きましょう。カノ姉妹あるあるとは短期。おお。シンプルに短期。なるほど。カノ姉妹あるあるを言ってください。戸籍上は一人扱い。おお。秀逸って感じだな。ちゃんと叶姉妹あるあるを言ってください。飼い犬が五角語を喋る。うん、これむずいんじゃない。これ結構ね難しいですよ。むずいなむずいなこれむずいや最初短期だと思った出た瞬間、別に他見たら別に他のもまあ AI 出しそうっちゃ出しそうなんだな。いきます。おお。僕が AI 回答だと思った答えははい、はい、小瀬くんの答えです。おシンプルすぎる。あー、ね、なるほどね。いやー、戸籍上はちょっと秀逸、飼い犬もちょっと秀逸。いやでも秀逸な答えを出してくる可能性もあるけど、まあ、つまんないと一番面白くない。つまんない。よし、面白くない。そういうことでよろしい。また一番俺はこん中だったらまあまあかなって思っちゃったな。かしこまりました。今回のお題の答えは誰ですか。僕でーす。さすがに。いやーよかったね。よかったね。じゃあ次ぐらい最終問題にしときますか。はい、そうですね。母親がグッピーになって帰ってきた時のあるある。グッピー？グッピーってなんだ。どういうこと？あの魚いるじゃん、グッピー。ちっちゃいやつ。あれになって帰ってきた時のあるある。ないだろ。お題がボケてきてるから。行きましょう。ハルキ行きます。はい。母親がグッピーになって帰ってきた時のあるあるを言ってください。LINE で何者からか水槽に入れられた母親の写真が送られてくる。なったと思ったらその入れ替えられてただけっていう。うわ。それ怖えな。母親がグッピーになって帰ってきた時のあるあるを言ってください。ごめんね。しか言わない。うわー、むずい。母親がグッピーになって帰ってきた時のあるあるを言ってください。めっちゃにも見る。あーおもろい。めっちゃにも見る。ずっとにも見てる。何の前式か分かんない。むずい今回。いやー、あーどっちにしよう。いやーむずい。いきましょう。はい、AI 回答はのせです。おー、いやーいやーいやー、どっちでもありそうって思ってる。これだったらもう分かんない。いやでも別にここ2つもどっちかがクソおもんないとかもない。人類が勝つか負けるか。あー、いきましょう。 AI 回答は誰ですか。僕ではありません。僕でーす。やったー。